人口およそ230万人、東北経済の中心地である政令指定都市仙台を抱える宮城県。四季折々移り変わる景色、東北の中でも積雪量が少なく一年を通じて過ごしやすい気候が特徴で、利便性と自然環境のバランスの良さが宮城の大きな魅力です。また世界三大漁場の三陸沖から水揚げされる豊かな水産資源に加え、東日本有数の米の産地でもあり、食材王国としても知られています。この宮城で今新たなビジネスの数々が始まっています。新たな宮城で新たなビジネスを、宮城企業立地ガイド。仙台は東京から新幹線で最短およそ90分、首都圏からの日帰りビジネスにも適した環境です。県の中央を走る東北縦貫自動車道をはじめとする複数の高速道路ネットワーク、東北唯一の国際港湾である仙台塩釜港、国内外の各地を定期便で結ぶ仙台空港によって陸海空のアクセス網が完備されています。2012年に誕生した仙台塩釜港は4つの港区で構成される国際拠点港湾で、県の貿易総額のおよそ9割が取引されています。石油タンカーをはじめ国際コンテナ船や京浜港を経由する国際フィーダー船により100カ国以上の国々と結ばれているほか、東北への自動車関連産業の集積が進んでおり、完成自動車など輸出入拠点としても重要な役割を担っています。仙台空港は東日本大震災の津波によって大きな被害を受けながら、半年後には運航再開を果たした復旧復興のシンボル。2016年7月からは民間会社による運営がスタート。今後さらなる航空路線の充実や空港利用者の増加が期待されています。また仙台中心部と仙台空港駅を25分で結ぶ仙台空港アクセス線により、渋滞の心配もなく短時間でのアクセスが可能です。さらに仙台空港にある貨物ターミナルは高性能な冷凍冷蔵庫を持ち、物流新時代に対応した設備を備えています。宮城県には仙南、仙遠、大崎、栗原、登米、石巻、気仙沼本吉、7つのエリアに32の主要工業団地が展開されています。代表的な工業団地は第二仙台北部中核工業団地、トヨタ自動車東日本をはじめとする自動車産業が集積した宮城県の中核的な工業団地です。団地内には工場立地に必要なインフラが完備され、東北自動車道大平インターチェンジと直結、また松野平三丁目地区については2025年4月分譲予定です。そして対話リサーチパークは東北自動車道泉インターチェンジ、国道4号に近い立地条件を生かし、東京エレクトロン宮城をはじめとする先端技術産業が集積しており、今後もさらなる技術革新が見込まれています。宮城県大崎地域に立地するアルプスアルパインは、車載機器やスマートフォン関連部品を製造する電子部品の製造メーカーです。国内外に多数の拠点を展開している同社は、宮城県内に6カ所の開発・生産拠点があります。2023年3月、大崎市の古川開発センター内に最先端設備を取り入れた R&D 新棟が完成しました。
宮城県のイメージというのが、やはり東北、北の方でですね、寒くて不便じゃないかというようなお話があるかと思いますけれども、やはり今はですね、交通のインフラも整っておりますし、もちろんその鉄道、それから道路、それからですね、仙台空港も近くにございます。で、港もございますので、まず自動車関係に関して言いますと、非常に強いですね、自動車メーカーがもちろん日本のメーカーさんがあるというところがありますので、関連のですね、メーカーさんも多くあるので、我々のお客さんとしても多くあるというのが一つございます。あとはそのスマートフォンメーカーさんに関してはですね、もともとですね、海外メーカーさんと多くお付き合いしているので、こちらの方にですね、今ほとんど世界中から人がほぼ毎週来ているような状態になってますので、東京でなくてもですね、宮城でも十分ですね、国際的に仕事ができるというふうに考えています。ほぼ必要なものは全て揃っているというところと、やはりですね、真面目でよく働くですね、人々がいますので、ぜひですね、宮城県の方にお越しいただければなというふうに思っています。宮城県のほぼ中央に位置する港町、塩釜市。愛知県碧南市に本社を持つ杉製菓は、2015年、塩釜に東北初の海鮮せんべい工場と直売店を設立。海産物を原料にした商品の製造販売を手掛けています。塩釜の工場新設はもともと、三陸の海産物を仕入れていた同社が、東日本大震災のボランティア活動に企業として取り組んだのがきっかけでした。弊社、本社がございます碧南市とこの塩釜市がですね、防災協定を結びまして、その後の継続的な復興支援をしていきたいということで、こちらに雇用創出するという目的もございまして、拠点となる工場と、それに付随した直売店と、建設しました。まず気候が何よりもいい、意外と冬寒くないという、気温だけで言ったらそんなに中部圏とも、変わらないし、人も非常に勤勉で真面目で誠実な、県民性なのかなというのを感じますので、一緒に仕事をしていく上では心強い仲間ができるのかなと思います。幸いなことにですね、海鮮せんべいという競合他社がいない地域で商売をさせていただいてますので、パイオニアになれるかなというのと、あと嬉しいことに、我々が作ったせんべいを美味しいと言って受け入れてくださるお客様がいっぱいいますので、そういった方々に喜んでいただけるように供給をしていきたいなと思っております。兵庫県宝塚市に本社を置くハイレックスコーポレーションは、2018年、拠点の一つとして栗原市にある若柳神成工業団地に進出、ハイレックス宮城を設立しました。トヨタ車のトランスミッションのケーブルやウィンドウレギュレーターの製造を手掛ける同社が宮城に進出した一番の理由は、取引先であるトヨタ自動車東日本に近いという利便性でした。トヨタ東日本さんは工場が2つございます。岩手工場と大平工場と2つございますけれども、栗原市の若柳神成インターの工業団地に構えるようになりました。こちらに実際に構えた後もですね、本当に県や市のですね、サポートが非常に手厚くてですね、やはり初めてのところに、やっぱり進出するっていうのは、いろいろと不安な部分っていうのもこう多いと思うんですが、県と市のですね、手厚いサポートがありますので、その辺はですね、安心してですね、考えられたら、良いというふうに思います。宮城県では新たに立地増設いただいた企業の皆様に様々な優遇制度を用意しています。奨励金につきましては要件はありますけれども、最大で40億円の交付を、いたしておりますし、人材確保支援対策といたしましては、宮城県に新たに立地された企業の皆様に対して、
合同してですね、学校の方を訪問させていただくなど、雇用確保の支援を行っております。ここでは他県とのデータを比較しながら宮城に立地するメリットについてご紹介します。企業の即戦力となる20代30代の生産年齢人口はもちろん、10代の年少人口も多く、将来の人材確保についても安心して創業いただけます。国内の主要都市に比べると賃金は安価で、優秀な人材を雇用することが可能です。宮城県の土地価格はほとんどの用途において低くなっており、工場などの事業用地のコストが低く抑えられるほか、住宅取得も容易であると言えます。宮城県ではですね、企業の皆様が、充実した企業活動を行えるように、県が全面的にバックアップいたしますので、ぜひ、立地をお考えいただければと思います。宮城は東北大学をはじめとする大学との産学官の連携が盛んであり、社会の課題解決や指導的人材の育成などが行われています。企業の技術経営をサポートする多様な研究成果や知見支援スキームを企業活動に生かせます。今大きな注目を集めているのが、東北大学青葉山新キャンパスに整備中で2024年度に稼働開始予定の次世代放射光施設ナノテラス。ナノレベルで物質の種類や構造、化学反応の時間的変化などを詳細に観察することができる研究開発基盤で、新材料開発や創薬などさまざまな分野での研究製品開発に活用できます。私たち宮城県はこれからも企業誘致集積を進めるとともに、県内企業の海外市場への展開、顧客の開拓、他分野への進出支援などものづくり産業の発展を目指しています。ぜひ新たなビジネスの場として宮城県へ。